やりたかっただけだ。今日やらし。なんかあの海の男ってなんかクリスマスと全然違うもん。あなたに贈りたい、この花の花言葉、恥ずかしい言葉、花を贈るような柄じゃないことくらい自分でも分かっているよ。臆病な心を優しさに見せかけて、
ですね、あの三浦屋製麺というとても美味しいあの麺が売っておりますので、ぜひ皆さんあの麺買っていってください。よろしくお願いします。まるでどっかのマンションみたいな、あれ三浦屋製麺のジャンパー来てる、おめえのことじゃねえか。いつもありがとうございます、嵐の皆さん、毎日毎日うどんを練っております。そしてラーメンも練っておりますんでね、よかったら皆さんあのセントファーレでも、買っていけるので、あとあのすごいですね、うちのつけ麺が大人気ですね。あの魚介類スープ なんですけども、全粒粉入りの魚介類スープ で、まあ、セントラファーレさんにも売ってるんでね、ぜひ皆さん見ててください。三浦屋のつけ麺。ちょっと待って、点灯式からだいぶ出るだね。No.
れたんだって自分勝手に言い聞かせて胸の奥にしまい込んだら禁断を手にしたで逃げて後悔したこと裏切ったこと素敵な白旗を上げて
とうございます。金木星という曲を聴いていただきました。すいません、僭越ながら、私たちラストロットでカウントダウンを始めたいと思います。それでは会場のいる皆さんと一緒に、声高らかに、カウントダウンをよろしくお願いします。10秒前からいきます。10秒前いきますね。いきますよ、田原市光りますよ。いきます、はい、はい、いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。あれ、あえおめでとうございますっていうのもおかしいよね。ハッピーニューイヤーじゃなくて。わ、素晴らしい、綺麗ですね。雨は夜更け過ぎ、雪へと変わるだろう。Oh, silent night, oh, holy night.
歌ってください。ということで今年も無事にここ田原市で、点灯されました。よくわかるね。海のどこ？うそ、この点灯式の前で海の男やったな。やったなよ、ほんとに。ちょっとマネージャー、ちょっと グリーンマン弾ける？いい？じゃあ、ま、やるわ。よし、行くぞ。やばい、もうこれこうやってもうね、お客さんに乗せられてね、後でね、自分反省するじゃんね。もう気持ちが良くなっちゃうもんでね。田原市の皆さん、すいません、なんか、あ、うまい。すいません、ちょっと近づいてもいいですか？アコースティックでやるのがちょっと初めてなんで、ちょっとね、バンドよりも迫力がないかもしれないんですけど、いきますよ。海のパタパ、海のパタパ、博多の塩。歌うよ。いくよ子供たち。
ジ鳥羽水族館に行こうぜ。本当に皆さん本日はありがとうございました。海のお父さん、ありがとうございます。田原市元気があるな。じゃあ子供たちだけで海のお父さん、ありがとうございます。本当に田原市元気がある。それではまあまたご乗船いただきご乗船ください。本当にありがとうございました。ラストロットでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。Let's go.